さあ、ということで、4周年最後のレイドがやってきたということで、レイドのね、攻略解説やっていこうと思います。まあ、いつも通りレイドは、マジで、絶対に周回しましょう。なぜなら石がもらえる。そして、リミテッドマルチがもらえるんで、必ず、まあ、最低でも石全部回収プラス、マルチ600。いや、もう1000マルチも、100マルチ10個も正直全部回収した方がいいレベル。まあ、とりあえずこの辺はね、全部回収できるように、しましょう。無料キャラクターでもね、周回できるんで、はい、頑張りましょう。ということで、やっていきます。関東報酬でも石がもらえるんでね、合計し1300個ぐらいもらえるのかな、いつも通りだったら。はい。多分そうかな。うん。なんで、まず頑張りましょう、めちゃくちゃ。で、特攻がこんな感じで、まあ、ウルトラベジットが一番ね、よだめもらえてますね。で、あとは、4周年前半、そして後半のね、有権3だったり、身勝手だったりもめちゃくちゃ特攻もらえてるんで、問題なく周回できそうで、タピオカとかもね、あるし、まあ、こいつはね、特攻もらえてるんだけど、正直変身するまでがきつすぎるんで、まあ、そんなかなって感じは思いますね。まあ、あとは無料覚醒、歯茎だったり、まあ、ベジブル、スーパーベジットも覚醒してれば全然周回できると思うし、うん。で、無料のね、マベジも、しっかりね、エピソードの特攻もらってね、200% もらってるんで、はい。まあ、誰でもね、周回できるイベントとはなってると思います。はい。で、もうおすすめキャラクターは、まあ、この6体あたりになるかな。まあ、正直持ってたらウルトラベジット最優先で、まあ、身勝手とね、龍剣3もめちゃめちゃ早く回れると思います。この2人泥足持ってるんでね、弾回収も早いし、ブーストもあるし、アーツースタビに4段目ガンガン上がってくんで、火力全然ね、問題なく回れます。もうこの3人正直、もう最強ですね。で、タピオカも、特攻もらえてるし、まあ、こいつも火力出せるんで、特殊圧でね、泥足上げたりできるんで、弾の回収もね、めっちゃ早いんで、まあ、めちゃめちゃ優秀な、はい、アタッカーなんでいけると思いますね。で、まあ、ちょっと片落ちするのがこの2体かな。でも、さっき回ったんですけど、マベジもね、全然火力足りましたし、まあ、歯茎もね、無料覚醒キャラですけど、特攻もらえてるんで全然いけるかなと思います。特にマベジ使う人ね、結構いるかもしれないんですけど、無料キャラなんで。ぜひね、この覚醒フラグは作っといてほしいかな。再生特攻つくんで、相手ね、魔人ブーなんで、まあ、一応ね、野良で回るときに相方がちょっと弱かったら火力不足になる可能性あるんで、まあ、これつけるだけでかなりね、火力変わってくるんで、まあ、ぜひね、マベジ使うよって方はこの覚醒フラグはね、作るようにしましょう。そんな感じかな。まあ、とりあえず、ね、誰でも回れるんで無料キャラクターも入ってるし、4周年のね、通常スパーキングとかも入ってるんで、まあ、ほとんどの人、もう始めたばっかだよって人は急いでマベジ作って回るって感じなんですけど、まあ、今すぐでもね、誰でも回れるようなレイドになってるんで、はい。まあ、かなりいいのかなと思います。で、今回、レイドのドロップのブーストかな?ボーナスか。あれがね、まあ、ベジットがこんな感じになってますね。5凸、赤1、赤3、赤5、赤、カントスということで、まあ、ベジットを何回引いたかによってですよね。うん、母体の5凸から、もうしっかりとね、マルチがないんで、やっぱり1体当たるごとの区切りになってるって感じなのかな。うん。まあまあまあ、でもまあ、カントスしてても70で、母体でも40なんで、まあそこまで、まあ変わるっちゃ変わるけど、別に努力でなんとかなる差なんで、周回すればいいと思うんで、まあ、別にって感じかなと思いますね。で、あとはね、この辺の周年キャラクターとかもね、アビ役に入れるだけでブーストボーナスが乗るんで、まあ、ぜひね、入れて、おきましょう。で、あとはこの辺の、ウルトラベジットのガシャから出てくるリミテッドたちね。うん。この辺も、ボーナスが入るんで、アビ役に余裕があれば入れましょう。で、無料キャラクターもね、貫突してれば、プラス5個ね、ボーナスが入るんで、まあ、この辺もね、育てて、貫突まで上げてたら、全然ね、入れてたら、ボーナスめちゃくちゃでかいんで、いいかなと思いました。ガンマも入ってんだ。なるほど。あ、そうなんだ。ガンマとかも入ってて、こっちら辺のレジェンズロードとかのキャラクターも、あ、そういう感じか。じゃあ、理想編成は、あれか、ガンマ、ちょっと待ってください。今、理想編成組んでたつもりなんですけど、ガンマ2体、入れた方が良さそうかな。凸があればですけど、ここに、2体抜いてガンマを入れたら理想の編成って感じになるのかな。一番ボーナスが乗るっていうことを考えれば、ガンマ両方赤にとかしてたらこんな感じが一番ドロップ数が増えるって感じかな。僕赤にしてないんで、こっちが。僕は一応、僕の編成はですけど、こんな感じで、
回ろうかなと思います。うん、これで結構ねドロップ数増えると思うんで、とりあえずね周回してる風景もね流すんで、マベジでもね全然回れるよってところをね見したいんでやっていこうと思います。さっきマベジでちょっと潜ったんですけど、結構切る人もいたんですけど全然火力足りるんでね、そこ見てもらいたいんで、はい、とりあえずねこれでやっていこうと思います。さあ、ということでまずはベジットから周回してる風景になります。まあ、一応ねコメント欄とか使って周回で募集してもらってね全然構わないんで、ベジットがやっぱりねあのアーツ打つたびに泥足ついてくんで、めちゃめちゃ弾回収早いですね。本当にユニフラでね気力回復速度も上げれるんで本当にめっちゃ早いで、リュウケンもめっちゃ早いね。でお互い溜まったんでライジング合わせていくんですけど、はい、まあ、毎回言ってますけど同時ライジングの時ね、先打ち側はね全圧選べて攻撃には関係ない圧なんで、必殺圧を選んでね相方がしっかり火力出してくれる圧選んでくれるんで、これでねライジングを読まれずに火力をめちゃくちゃ通すことができるんで、とりあえず同時ライジング打ったら先打ちが必殺、後打ちが必殺以外って感じで、これはもうねあのレジェンズでレイドとか来るたびにね必須のね共闘とかでもね、まあ、かなりねあの大事な要素になってるんで、ぜひね初心者の方は覚えておいてください。さあ、そしてマベジですね、まあ、全然火力足りるんで見といてください。とてもね弾全部ついてるっていうね、弾も別に回収速度悪くないですね。でリロードもあるんで、あードカバキしたかったね、まあいいか。リロードもあるんでね事故ることもほぼないかなと思いますね。まあ泥足がないのがちょっとあれですけど残念ですけど、全然ね弾自体はすぐ溜まります。なんならベジットより早く溜まりました。さあ相方が溜まるの待ちましょうか。まあ一応メイン積む、一応メインで4段目上げて、であのねこれマベジとか使う時のね結構大事だと思うんですけど、相方の方が火力が出る特攻キャラの場合は自分が後打ちした方がいい可能性ありますね。こんな感じ後打ちするとね味方が2回殴ってくれるんで、まあ若干火力伸びるんでね、うん、まあ、できたら余裕あればね相方が強いキャラ使ってる場合は弱い側がね後打ちした方が火力は出しやすいよっていう、全然火力足りるんで、ということで周回頑張りましょう。ザコどもがくだらん戦いをし、ありがとうございます、クニーさん。